番手、外には7番の星野が上がってきています。その内側3番の吉澤、ここで粘るような感じでしょうか。残り600の鐘。さあ4番手が並走、3番の吉澤と7番の星野ですが、7番の星野が前に上がる、合わせて踏んでいく8番の鈴木。さあここは8番の鈴木が先手を取って、2番手は2番の大内、3番手7番の星野と6番の高桑で並走状態。その後ろには1番の井上がいます。3番手外からもう1回踏んでいく7番星野、後方からは3番吉澤のまくり、3番の吉澤がもつれた前段を一気に撫で切っていった。この後ろは5番の川越が続いて、さらには9番の小林博俊、その内側に1番の井上、4コーナーから直線、吉澤先頭を抜け出してくるのは5番の川越、5番の川越がゴールイン、2着は9番の小林博俊です。